すごいもう完全に仕上がってましたね。もうこの日にもう試合やっても、ね、もう大丈夫だくらいすごい仕上がりでしたね、はい、ただ具志堅さんも見てらっしゃいましたが、はい、この世界チャンピオンを本気にさせるだけのこの畠山選手の実力もありましたね。よく頑張りましたよ。で畠山君は試合終わったばっかりでしょ。そうですね、ぐんぐん打ち合いしてましたよ、うん、やはりボディーキックあるいは左が強いと言われているナザロフ選手ですが、その辺はいかがですか。あ、そうですね、今回は聞いたところによると相手が背が小さいらしいんで、ボディを叩いて体を起こしてそれで上狙うっていう作戦だったらしくて、まあ、その通りやってましたね。ボディから攻めてきましたね。さあ白井さん、はい、まあ、あえてこの強いナザロフのこう弱点といいますか、つけ込む隙を考えていただくとすると、いや今ね、この弱点っていうとね、とにかくね、フットワークいいでしょ。打つパンチはスピードある、またパンチがあると、隙がないみたいなんでね、うん、まあ、それはいつかはね、彼を破る人がかりまたね、出るかもわかんないけど、でもちょっとあれですね、今のところあれですね、無敵ですね。キングオブキングス、オルズベック・ナザロフ、5度目の防衛戦です。